ストレートエニアグラム二等兵の友人やです。T 隊長です。隊長でございます、はい。いつも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。何卒チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、このような泡沫、うん、泡沫 YouTuber はもうすぐに上がってこなくなるので、うんうん、見ていただいて面白いと思っていただいた瞬間に押していただくと上がってきますと、うんうん、励みになります。励み。何卒よろしくお願いします。グッドボタンも。まあ、グッドじゃなくてもメッセージとかいただけるとね、まあ、そう、はい、コメントとかいただけるととても嬉しいです、はい、で、うん、今日は、うん、あのコメントをいただきました、うん、もちおもちさん、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも作業中にラジオ感覚で楽しませてもらっています、うん、ありがとうございます。てーてれってってってれれってってれって感じですかね。ありがとうございます、うん、でいきなり質問なんですが、うん、タイプ6は、うん、一人で行動している人を見下し、うん、異様に敵視する、うん、と、うん、あるサイトで見たんですが、うん、実際どうなんでしょうかと、うん、タイプ6は単独で行動したり、うん、一人でいると恥と思い、うん、好まないんでしょうか、うん、っていう質問をいただきました、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。でこれを見て、うん、どうしよう、うん、本に書いてない本に書いてないけど6の人がいる6の人がいると、うん、俺聞いた方が早いで、うん、聞かれると、うん、もうどこにも書いてないっていう恐れがあるので急に脇汗をかくんですけども、うん、思うに、うん、まあ、やっぱりその団体行動、うん、いや多分かっこよく言うと、うん、狼ですと群れ、うん、仲間と行動した方が助かるよね、うんうん、生き残っていけるよね、うんうんうん、っていうことで、うん、多分その和を持って尊しとなす的な考えのもと、うんうん、チームワークを組んで効率的に進もうと、うん、タイプ6は生存本能で植え付けられているので、うん、多分一人でいる人っていうのはウイルスなんです、うん、異分子、異分子、異分子っていう見方はしてると思います、うん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 、なんで基本タイプ6は新しいもの、うん、っていうのも多分同じ感覚なんですね。異分子なんですよ。ああ、今までここにないものないもの、うん、要は今まであるもので生きてきたのに、うんうん、のに、うん、要はウイルスがねまあ人類はこのウイルスで強くなってきたっていう歴史もあるんでしょうけども、うんうんうん、基本危険なものっていう見方はするかもしれません。危険かもしれないからですよね、はい、きっと。あ、そう、あ、分からないからそう、うん、ので、あの、うん、なんで見下すっていうよりも危険だっていう見方があるのかもしれない、うんうんうん、ただただただ、うん、その一人でいることが、うんうん、例えばそのオリエモンとか成功者的な人、成功者的な人、うん、一人でもやれてる人に対しては全然下には見ないし、うんうんうん、むしろ教えてくださいと、うんうん、カチャって門戸を開くような気はします、うんうん、まあでもそれもあれですよね、信用できない人だったら敵ですよね。なんで新しくバーンって来た瞬間は敵ですよ、うんうん、ああ、でそこが認められるとそうですね、うんうんうん、なんで見下す、ただまあ、うん、そのよく学校、うんうんうん、あの学校の中でヒエラルキーってあるじゃないですか、うんうんうん、その中で言うと、まあ、要はその、うん、一人でいる人は、うん、見下してたかもしれません、うんうんうん、学生の頃は、うんうんうん、要はなんかその学生の頃とかって友達の多さが、うんうんうん、なんかその自分の価値みたいなのもあるじゃないですか、うんうん、人から認められてるみたいな、うん、だから自分の方が上だみたいな感じですね。そう、友達が多いから俺のが上だっていうのが多分学生の頃とかは価値基準であったりすると思うので、うんうん、あそういう見方はしてるのかもしれないけども、うん、あ今考え、うん、どうぞ。なんとなくさっきの狼の話、はい、群れっていうじゃないですか、はい、多分群れの方が強いと思ってるんですよね。そうですね、うん、はい、なのでこう群れに入れてない人は弱いと思ってるのもあると思う、うん、だけど一人でやれてるクマみたいな、はい、人
一つの答えだけど超強いみたいな人にはまあ見下せないけど、そうじゃない人には、はい、こう一人でやってる人はこう弱い人だと思ってるみたいなかもしれないですね、うん、ただまあ今思うと学生の頃そういう人たちが今結構輝いてたりするっていう例は知ってるので、タイプ6の学生の人見てるわけないんですけども、そんなことないよってのは言いたいんですけどね。なんでまあご質問としては、恥と思い好まない、恥と思います。あ、ただそれは多分ウィングで語が多少あるので、そのなんて言うんでしょう、知恵をつけるとかっていうのはやらなければ将来が不安だっていうのもあるので、そこはやらなきゃと思ってます。なんで一人でいることは今の私は恥とは思ってないです。むしろなんかその、まあ、一人でいることはと友達がいないっていうのはまた別のものです。なるほどなるほど、こう友達がいなくて一人でいるのと、友達いるけど一人でいるのなるほど、っていう、なんか友達が少ない、群れに入れてないみたいな、はい、勉強をするっていうのは、まあ、勉強してるだけだったりするじゃないですか。なるほど、こもってるだけというか、そうか、だから群れに入れてないことを恥と思うかどうかみたいな、恥ずかしい、恥ずかしいっていうよりも、恥じゃなくて不安なんだと思う。あ、多分そうですよね。群れじゃないのは恥じゃないんですよ、不安、怖いんですよ、だから群れに入ろう、生きていけないって思うので入ろうとするとは思います。なるほどね。なんでそれは多分語とは違います、一人でも生きていけるって思う語、まあ、逆に多分タイプ5の人はみんなでいると脅かされると思っているから一人でいるんでしょうけども、タイプ6としては恥じゃなくて怖い、不安、だから恥と思い好まないじゃなくて不安と思い仲間を作ってた感じですかね。なんでこのもちおもちさんがどんなタイプかっていうのはまだ考えてらっしゃるのかどうかは分からないんですけども、異様に敵視するっていうのもあると思います、異分子として。異分子、ただまあこれをねちょっと弁護させてもらうと、この行動を、あの脳科学者の中野信子さんが、そのシャーデンフロイデ、要は他人はなぜ、人はなぜその他人を、あの落とそうとするのかっていう中でも書いてるんですけども、社会的に健全なのは、そういうその落とす人もいる、そういう感覚があるっていう方のを認める方が、どっちが生き延びていけるか、そういう人たちがいる、そういう、あ、そういう、なんていうの、とんがった人しかいない世界と、そういう、あの人を落とそうとする人もいる世界、どっちが長く生きていけるか、生き延びていくかというと、そのいろんな人がいるところの方が長く生きていくっていう面では正しいそうです。それはいろんな実験で出ているそうで、中野信子さんがそうやって言ってます。なんでそのタイプ6の人に対しては敵視することはそんなに悪くない、悪くないんだよっていうことを言いたい。ただやりすぎは注意まあ敵視するぐらいはまあいいでしょう、ね、いいです。あのただ深呼吸して敵じゃないよ、敵じゃないよっていうことです、ね、で例えばそのさっきの学校のヒエラルキーみたいな話でいくと、敵視するぐらいはまだいいじゃないですか。そこからいじめとかに発展しなければ、それはダメ、そう、なのでそこは止めましょうっていう、前園さんも言ってます、いじめ良くないっていじめ良くない、はい、でこの貴族意識みたいなのっていじめの原因みたいな、まあ、でこう仲間を大切にするっていう意味もあるから、いい面もあるけど、仲間じゃない人は敵視するみたいな悪い面もある。それは良くない、それは全然良くない、はい、なので、まあ、その辺は注意しましょうってところですよね。なんで、それが、エニアグラムで言うとそれが濃くなる、敵が敵だってなりだすと、それは寝覚めの注意信号です、ダメダメ、敵じゃない、手放しましょう、手放しましょう深呼吸してって、はい、本当敵ですか、って話ですね、ただまあそのホリエモンさんみたいな人の中にも、やっぱりその、あの弾もあれば石もあるわけじゃないですか、
みんなそのちゃんとした人なわけじゃないですよね、うん、ペテン師的な人もいるので、うんうんうん、っていうので多分タイプ6の人はこのウイルスっていう、うんうんうん、まず来るのはウイルスっていう反応をするのかなと思います、うんうん、不安なんですよね。不安が寄ってくる感じですね。要は今うまく、うん、今、うん、この仲間たちとやっている世界に新しく来るわけですから、うんうん、いいかもしれないけど悪い可能性もあるんで、はい、なんで敵、まず敵、うん、まず、うん、で見極めてから入れようみたいな、ね、っていうのは分かります、うん、いかがでしょうか。はい、いかがでしょうか。いかがでしょうか、うん、あのメッセージをいただければ分かりづらいとか、もっと他にこういうことも聞きたいとか。そうですね、なんで、うん、そのご自身が何タイプで、うん、もしか迷ってらっしゃるなら、うんうん、例えばまあこのタイプかこのタイプか、うん、迷ってますとかでも結構なので、うんうんうん、はい、まあなんかその人のこと分かんないと分析はできないですけどね。なんで今の私は敵だと思ってます、うんうん、メッセージをくれたので、うんうんうん、もう今仲間だと思ってます、うん、だから多分違う動画を見てる人が敵だったりするんですよね、はい、きっとなるほど、そうですね、うちの動画を見てない人はちょっと思ってますよね、はい、そう今日なんで、うん、私もタイプ8じゃないですけど、うん、結構敵か味方かっていう見方は結構してます、うんうんうん、体調は違います、うんはい、敵も味方もないあの、うん、そんな2人でやっております、はい、メッセージをいただければと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録を何卒よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。